ナンダは、ナミヘビかナンダ族に分類されるヘビ。アフガニスタン、イラン、インド、インドネシア、カンボジア、タイ、中国南部、台湾、トルクメニスタン、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス最大全長320センチメートル。体色は黒や褐色。下半身や尾には、不鮮明な横島が入り、尾では、 網目状の反紋になることもある。目は大型で、視覚は、優れている。上下の唇にある鱗の間は黒い。形態草原や森林、農耕地など様々な環境に生息する。餌となるネズミが繁殖している。都市部でもよく見られる。地表性、中高性。外敵に襲われると素早く逃げるが、気象は荒い。植生は幅広く、両生類、爬虫類、鳥類。 小型哺乳類など様々な脊椎動物を捕食する。獲物は締め殺さず押さえつけながら食べる。繁殖形態は男性で1回に6から14個の卵を産む。中国では食用とされることもある。調理法としては唐揚げ等がある。食用の乱獲のため生息数は激減している。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 主に野生個体が流通し、生息地では保護されているため流通量は少ない。性質は神経質で荒く、ハンドリング等には向かない。よく食べ、よく糞を出す。飼育は難しくない。ありがとうございます。